チャンネルへようこそ。報告は石川常次郎の酒です。正面に八方睨みの竜と上り竜下り竜が彫られております。また人形の金時やマンバは古式による三人立ちの様式で、明治12年東京人形町の人形師ネズミは五兵の作によります。そして東京谷中の人形師連続により修復されました。私の上でお囃子を演奏いたしますのは皿囃子連中の皆さんです。Thank you.
的車橋は修平橋方面へ進んでまいります。進行方向にいる皆様は祭礼や区員の誘導に従い橋の安全な運行にご協力をお願いいたします。また会場内に設置されている柵には触れないよう重ねてお願い申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。次の動画のご視聴をお待ちしております。